こんにちは、池田しおりです。みさきです。今日はこちら、最近よく SNS で目にするクリオのクッションファンデーションを使ってみました。私自身、使い心地とか良さとかどういう感じかなと思ってすごい気になっていた商品で、自分なりに研究して使い方だったりとか、ちょっと悪いところとか、簡単に説明していますので、こちらのファンデーションが気になる方、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。それでは動画スタート。洗顔後、化粧水乳液をつけ終わった後です。新しくリニューアルされたクリオのクッションファンデーションを使っていきます。パフの半分から上にファンデーションをつけていきます。はじめに面積の広い頬の部分からクッションファンデをのせていきます。内側から外側に向けて塗っていきます。少し叩き込んで入れるイメージで塗っていきます。その時しっかり目の下にも塗ります。この際にも塗っていきます。おでこも同様に中心から外側に向けて塗っていきます。中心に塗ったファンデーションを外側に伸ばすイメージです。次に鼻にファンデーションを塗っていきます。鼻はすごく崩れやすい部分なので、一度パフに取ったファンデーションを肌になじませて、すごく少量ずつ薄く伸ばしていきます。鼻の先にもしっかり忘れずにつけます。小鼻の部分は少しパフを折りたたんで、ここも本当に薄くつけていきます。一番浮きやすいところだと思うので、慎重につけていきます。この下も塗るの忘れやすいので気をつけてください。口周りと顎に塗っていきます。こちらも崩れやすいところになりますので、ファンデーションを一度手に取り、少しずつつけていきます。忘れやすいのが口の横の部分なので、そちらも忘れずにしっかりつけていきます。顎も少しだけ下の部分までつけてあげると、よりなじみが良くなります。最後に何もついてない方のパフでしっかり顔に叩き込むようになじませていきます。そうすることによって、より自然にファンデーションがなじんでくれて浮きにくくなるので、必ずやった方がいいと思います。特に真ん中にたくさんファンデーションがついているので、それを外に外になじませるイメージで伸ばしていきます。ここもしっかり下の方までなじませてあげます。しっかりなじませたら完成です。こちらが塗り終わった状態です。こちらが何もしてない状態です。はい、こちらが塗り終わった状態です。今日は初めてクッションファンデを使ってみたんですけども、とても時短でできて、カバー力もしっかりあって、ハイライトとかも入れなくてもかなりツヤが出ますので、とても、おすすめです。でもやっぱり少しオイリー肌の人とかには浮いてきやすいのかなとか、ベタついちゃうのかなっていう不安と、あと色のバリエーションが1から5までしかなくて、
GO でも結構明るいので、あまり肌が黒い人は合わないかもしれないので注意してみてください。よかったら皆さんも参考にしてみてください。バイバーイ。